皆さんこんにちは、チョコバナナです。今日はですね、ブレイルで福袋を頼みました。で、福袋の他にも個人的にこれ可愛いなって思ってたお洋服2着かなと靴1個だったと思うんですけど買ったので、それを紹介していきたいと思います。じゃあまず買ったものから紹介しようかな。結構さ、おっきいんだよね。なんか今までの経験上、福袋はこの箱の中に箱で入ってると思うんだけど、わかんない。これ開けてすぐ福袋のさ、中身入ってたらちょっとドキドキ感がなくなっちゃうから。こんな感じで私が買った服は入ってるんだけど、靴は？あれ、わい、靴買ってないっけ？あ、買ってるわ、ちゃんと。え、この中に靴入ってるとかかな？これか。多分これが福袋で、これが靴だと思う。ちょっとこの靴から開けてきます。私初めてグレールの靴買ったの。なんかサイズ感とかわかんなくて、22.5cm の一番ちっちゃいの買ったんですけど、どうかな、履けるかな。ちょっと秋冬っぽい、こういう、なんていうの、ベロアっぽい感じの素材の、この足首のところがメッシュになってるブーツかなを買いました。なんか思ってたより超軽くていいかも。この後ろのところにこういう感じでチャックがついてるので、ここをこうやって下ろして履く感じかな。で、下のここのソールの中の部分もう結構クッション性があっていい感じの気がする。安い靴ってさ、この下の履くここのさ、自分の足がこうつくところがさ、結構ベタってなってて、クッション性もゼロみたいな靴が結構多いので、まあそれだったら100均とかでジェルっぽいさ、プニプニのやつ買ってきて中に入れて履けばいいなと思ってたんだけど、結構クッション性も高くて履きやすそう。なんか明日の動画とか次の動画とかで、今回買ったものと今回この福袋で出たものでちょっとコーディネートを組みたいなと思っていたので、明日か明後日かし明後日か動画が上がると思うんですけど、その時にちょっとこれも一緒に履いてみたいと思います。いいね、厚底でこんだけ軽いって最高。靴は一つしか買ってなくて、服2着買ったんですけど、まずはこちらです。これね、2点セットなんですよ。どっちもバラで使えるなと思って買ったの。こういう感じの薄手の長袖のちょっとシースルーかな、ちょっとってかシースルー、シースルーのこういうシャツに上にこの黒のビスチェを合わせて着るやつなんですけど、可愛かったんで買いました。とこれ着てみたいと思います。じゃーん、こんな感じでーす。可愛くない？普通に。なんかまあ今の時期はまあちょっと暑いけど、もう秋に差し掛かってきたから、こんくらいの丈感とこういう質感でも可愛いなと思って買いました。シャツの こうやってね、あのひらひらって着るのも可愛いし、ここも一緒にズボンにインしちゃうっていうのもありだなと思って買いました。まあ、この中のシースルーのシャツに別のトップスを合わせたりだとか、あとはまあ中にキャミソール着てこれをメインで着たりだとか、あとこれをね別の T シャツに合わせるとか、いろいろできるなと思ったので2点セットで、これねくっついてる商品だったら買ってなかったんだけど、バラバラの商品だったので買いました。で、2着目こちらです。これも秋に着ようと思って買ったやつ。ここのところがこうわかるかな、最近ちょっと流行ってるハートトップスっていうのかな、ハート型になるんですよ。ここがミュってなってての長袖のブラウスかなです。ここのボタン、前のボタンはこう飾りボタンで、自分でこうつけたり外したりすることはできないんだけど、後ろがこんな感じでチャックになってるから、あんまりここの生地が伸びたりしないから、着るときに、なんだろう、ちょっと窮屈な人は開けて着れるってことかな。じゃあ着てみたいと思います。じゃーん、こんな感じでーす。私の体型のせいだと思うんですけど、ハートにならなかった。お洋服に申し訳ない。まあスクエアっぽい感じっていうのかな、こうなんていうの、下の矢印みたいな感じの形になってるんだけど、ここのボタンの関係上若干この三角部分がさ、ちょっとキュッてなっちゃってるんだけど、まあこんな感じです。まあ可愛い可愛い。袖のところは結構ダボっとしてるけど、このボディーら辺はいい感じだったので、スカートとかと合わせて着ようかなと思います。ちょっと想像してたのとは違かったけど、まあいっかはい、というわけでここまでが私が自分で注文した商品です。こちらが、私が頼んだ福袋の中身なんですけど、1999円だったかな。で、5点入っております。で、他の方の福袋とか見てると結構ね秋に使えそうなものが出てたりしたので、ちょっと楽しみなんですけど、開けていきたいと思います。もうこれにかかってる、これで私はあの1週間コーデを組みたいと思ってるから、使えるもの、私の好きそうなもの出てきてください、お願いします。着目、せーの、トップスですね。黒のトップス。でけー、めっちゃでかい
T シャツ。なんか若干さ、この私が買ったこれと比べたら少しだけこうグレーというか、なんだろう、チャコールグレーみたいな感じの色には見えるんですけど、そうなのかな、チャコールグレーなのかな。マジででかい、超でかい。まあ L サイズ頼んだからでかいのはまああれなんだけど、結構でかいな、これビッグ T シャツとかかな。タグがついてないからわかんないけど、まあそんな感じです。1着目これ出ました。次いきます。あ、なんかでかいってか熱い。せーの、じゃじゃん。何これ、なんかついてる。ニットみたいなやつが出てきた。これもね、形とかは特にね、なんか普通のニットかな。袖がこうくるっとなってて、七分丈っぽい感じですね。なので腕がちょっとここだけね、細い部分が出るから、多分これ着たら、まあ、ちょっと華奢に見えるのかなって感じです。秋服っぽいですね。これなんだろう、あれかな、なんかスカーフ的な、こういうこういう感じのなんか、なんて言うんだろう、やつがついてて、スカーフだ、めっちゃ可愛い。しかもこのスカーフ真ん中にね、馬がおるわ。またおい、ジンくん買ってんですかって言われるわ。こうして巻くんかな。でこれをさっきのこの丸いやつをこうやって通してつけるやつですね。多分私みたいに首短い人はこういうのつけるときは髪の毛こうアップにしたりして、でここの上までキュッと締めないで、もうほんと下の下とか胸の位置ぐらいまで、胸の上ぐらいまでにして、こうタホッとつけたらまだいけるって感じ。めっちゃこのスカーフかわいい、マジで。いきます、次、せーの、じゃん。あ、これもトップス。あ、かわいいよこれ。 なるほどね、こういう感じだ。袖がない感じのトップスなんですけど、ボタンがついてるベージュっぽい感じ。これ秋っぽくない？すごい、なんか秋っぽい感じのカラーなんですけど、で裾が若干こうフリルがついてるというか、フリルっぽくなってるやつですね。これは私はこう腕を出す自信がないから、なんだろう、シャツとかと合わせて着たいと思います。フリーサイズも入ってんだね。そっか、 L サイズだから。4つ目、せーの、これも T シャツ？ T シャツ2枚も入ってんの？はい、半袖です。半袖白 T ですね。裾のところがこういう丸い形になってるので、シャツとかと合わせてこのお尻だけね、ペロッと出す感じで着ることもできるよって感じですね。フリーサイズ。で、この袖のところがこういう折り返し、わかるかな？折り返しがついてるので、これもちょっと腕がほっそり見える効果があるのかなって感じです。T シャツ2枚か。じゃあ最後いきます。最後ちょっと今チラッと見えちゃったな。これ T シャツだわ。いきます、せーの、はい。でもこれ可愛いね。こういう T シャツ、なんかアプレジュールとかに売ってるやつ見て、 T シャツ祭りや。しかもこっちも半袖だ。でも多分今年の秋もちょっとあったかいよね。多分半袖にちょっと長袖のアウター合わせることが多いかと思うので、まあいっか、半袖でもこんな感じ。ちょっと今までのより丈感が若干短い気はするから、パンツとかにこうインして着るのに合ってる気がする。でも可愛い。色味はね、柔らかいベージュっぽいのにこういう感じの、なんて言うんだろう、エンジよりもっと暗いんだけどいい感じのやつね。はい、あー T シャツ3枚でもトップス 5着か。まあね、トップスの方がまあありがたいっちゃありがたいけど、今回トップスしか出なかったな。今回は出た頃の商品とかを使ってちょっと1週間コーデ組んでみたいなと思うので、次回か次回か次回かわかんないけど近日中にアップしたいと思うので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。なんかね、グレールね、秋ね、私好きな服多いわって思ったので、ちょっとねまたポチポチしてみたいと思うので、購入品もね都度上がるかと思いますので、それも楽しみにしててくれたらなと思います。それではチョコバナナでした。バイバーイ。